日本千葉県君津市久留里市場久留里市場は千葉県君津市の大技。郵便番号は292-0421。君津市東部、西園を流れる帯津川中流右岸に位置する。君津市立久留里小学校、君津市立久留里中学校を中心とした久留里の飛び地を地内に抱え、久留里駅、久留里街道を中心とした久留里市街地の中心部を占める。北部で、 青谷、北東部で、小一部、南東部でクルリ、南で皇后、西で、クルリ大和田、北西で皇后飛び地、富田と接する。地域西部を南北に、JR 東日本クルリ線及び国道410号線が走る。クルリ街道に沿って帯津川の下流にあたる北から、下町、中町、上町が、東部の大滝町方面へ向かう千葉県道32号。 大滝くん津泉沿いに新町が廃されている。これらは行政上の町名には当たらないが、交差点名等にその名が付けられている。カ佐国防田軍に属し、クルリ城の城下町として形成された。江戸期にはクルリ藩に属し、市場村とも市場町とも呼ばれた。玄読郷長によれば、村高は297国余り、急行給料取調部によれば417国、 あまり、市場中町菓子の帯津川に船着き場があり、物資の集散地として賑わったとされる。周期から春期にはこの菓子を介して集運による交通路が開かれ、その物資は明治中期から昭和初期かけては三と八が末尾につく日に開かれる38の市が開かれ、流通した。この定期市の衰退後は、くるり街道沿いの商店街に役割を譲っている。 江戸期の出身人物として、市場出身の吉崎十左衛門は、亀山郷の川回し工事を取り仕切り、十左衛門堀り切りにその名が残されている。明治元年に、金ヶ崎藩に移り、明治4年7月の廃藩地県後は、来る県、同年11月には、木更津県、明治6年には、千葉県に属している。1889年4月の町村政志向により、市場村は、 クルリ町の一部となり、大田郡クルリ町大技市場となった。1897年、郡統合により、君津郡クルリ町大技市場となり、1944年、合併によりカズ町大技市場となる。1970年合併により君津町の一部となるが、この際に、旧カズ町である大技市場と、旧秋元村大技市場とを区別するためクルリを干渉し、 君津町を大技くるり市場となった。翌1971年には、君津町が、市政施行し、君津市となったため、君津市大技くるり市場となっている。旧、市場村が、くるり町の一部になった際には、大技市場であったが、君津市の大技になった際にこの地と、旧、和佐町市場と、旧、秋元村市場とを区別するために、くるりを干渉した。 2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に大技くるりの飛び地があり、くるり市場以外のどことも接していない。ありがとうございます。